んばんは。こんばんは。おいで。こんばんは。今日はちょっと早めの時間でもないか。こんばんは。こんばんは。ありがとう。昨日ぶりです。こんばんは。こんばんは、こんばんは。あ、ポンって言った。こんばんは。めっちゃフォン、あ、すごい充電ついた。さっき iPad がつかなくてやっとついた。こんばんは。こんばんは。今日も暑いですね。あ、そう、今日は熊さんの部屋じゃない。でもあれ、自分でも頑張ればできそうな気がする。できないかな。ハーフツインをハーフツインにして、その後やったらできそう。こんばんは。こんばんは。今日大人っぽくない。ありがとう、嬉しい。なんでやろうか。こんばんは。こんばんは。こんばんは。髪伸びたかも。なんでだ。こんばんは。あ、今日も来た。ありがとうございます。よかった。ちょうど iPad の電源もついてくれてよかった。こんばんは。お嬢様風に見える。あ、本当ですか。意外と普通だった。こんばんは。こんばんは。暑いですね、今日も。髪の毛伸ばす？え、伸ばしはしないかも。こんぐらいをキープするかな。こんばんは。キープしようと思います。こんばんは。こんばんは。襟のある服、大人っぽく見える。確かに。お、公共野球が終わってた。あ、本当に？高校野球やってたんだね、今日。そうなのね。こんばんは。今日暑いね。暑いよね。あ、くまさんヘア、直前の髪もよかった。ありがとう。そう、それはあんまりね、そう、それした後だったから、あんまり見せられなかったんだけどさ。あ、今日インスタ載せようかな。あ、ボーステーメール、山桜さん。お誕生日おめでとうございます。ハッピーバースデー。素敵な一年にしてね。おめでとう。そう、昨日ね、そのくまちゃんヘアをね、作る過程の髪の毛がなんかすごいやばかった。こんばんは。ここがさ、こうやって最初にね、こうやってハーフツインしてからくまちゃんを作ってくれたんだけど、そのなんかあのその中間が変で、そう、チーム B ポーズして、 B ポーズってどうだ、こうかな、これ言うか、 B ポーズ、そう、なんかそれが変で、あ、ね、はーちゃんが、え、かわいいみたいな言ってくれて、そう、だからあのそのはーちゃんが写真撮ってくれて、ではーちゃんのインスタに載ってました。ストーリーか。こんばんは。お、うちの姉貴も姉貴じゃなかった、兄貴も誕生日おめでとうございます。お兄様、こんばんは。誕生日さん、いっぱいいっぱいだ。かりちゃん、かわいい、ありがとう。モンスターズインクのブーみたいって言われた。こんばんは。こんばんはです。こんばんは。こんばんは。おめでとうございます。こんばんは。こんばんは。おたおめです。ありがとう言ってるけど、うん、ぜひ、いいね、お誕生日。え、今日めっちゃケーキ買って帰るか迷ったんですよ。やめちゃった。チョキありがとうございます。めっちゃ迷って、もう迷って、めっちゃ迷っちゃった。こんばんは。なんでケーキ？なんか食べたかった。ただ食べたいだけです。そう、ただケーキが食べたくなった。ケーキって3ヶ月に1回くらい食べたくなるんだよね。こんばんは。こんばんは。わー、ケーキ買ったの、いいな。お、ケーキ買うか迷ったよ。買わずに買った。あ、そうなんや。ケーキ大好き。あ、昨日僕隊楽しかったよ。ありがとう、嬉しいな。気になっちゃった。本当ですか？嬉しい。
こんばんは。そう、めっちゃケーキ食べたくなっちゃったけど我慢してられる。こんばんは、こんばんは、こんばんは。なんで、なんかさ、東京のケーキって大きいんだよね。なんででしょうか。なんかすごいでかいの。めっちゃ大きすぎて食べれないなって思って。こんにちは、こんばんは、こんばんは。芋で我慢してない。やだやだやだ芋とケーキ味違う。こんばんは。あ、タルトいいよね。わかる、タルト美味しい。芋お昼食べたからいらないいらないやばい。病人には香織ちゃんの笑顔と声を。え、大丈夫ですか。風邪ひいてるの。大丈夫、早く良くなりますように。こんばんは、こんばんは。ケーキ屋で今買おうと思うんだけど何が。え、ケーキ屋さん行くの。じゃあチョコケーキ、チョコケーキはどうですか。本コア、うわー、本コア見たいけど、怖いけど見たい見た子は見た。こんばんは。アップルパイいいですね。アップルパイ最高、美味しそう。今日もまつげいい感じに上がった。でも昨日ほどではないかも。こんばんは。かおりちゃんの配信で元気もらう。嬉しい、ありがとうございます。こんばんは。こんばんはまつげ、こんばんはまつげ、こんばんはまつげ。お芋スイーツ専門店、美味しそうですね、それは。こんばんは、こんばんは。でも今日ね、なんかお菓子もらったんですよ、差し入れみたいな感じで。で、なんだっけ、あの、ハッピーターンと柿の種と、もう一個、なんだっけ、ロマンド？ロマンドみたいなのもらってめっちゃ美味しかった。こんばんは。あ、ルマンドか。ロムアンドと間違えた。ルマンドだ。ルマンドのクッキーみたいな。ロムアンドと間違えちゃった。ちなみにこれロムアンド。これはリップです。ロムアンド。こんばんは。こんばんは。カオリンショールームやった時すごい楽しそう。嬉しい、ありがとうございます。そんな風に言ってくださって。こんばんは。ブルボン、ブルボンかな、多分めっちゃ美味しい。ちょっと化粧品、ロムアンドっていう化粧品ある。こんばんは、こんばんは。ほんとだ、辛い、甘い、甘辛い、甘いの3。確かに。あ、そうそう、紫のパッケージのやつ。サーティワンで何が好き。サーティワンはポッピングシャワーが好きです。こんばんは、こんばんは。仕事戻る、頑張ってね、応援してるよ。こんばんは、こんばんは、ありがとう。こんばんは。暑い暑い、エアコンつけたんだよ、帰ってから。でも暑すぎて。こんばんは。あとね、レッスンの時にはね、ひななさんがアイスくださりました。アイス。うちはまたスイカバー選んじゃったスイカバー選びがち。この間のお話し会でもスイカバーにしてたし、スイカバー美味しい。こんばんは、こんばんは。暑いね。そう、スイカバー好きなんですよ。なんだっけな、あれ、なんか、あ、そう、ガッツンとみかんと、もう一個パキシエルみたいな名前のアイスがあった。そう、スイカバーめっちゃ好き。迷っちゃったんだけどさ、スイカバー、うん、スイカバーのチョコ好き。こんばんは、こんばんはです。こんばんは。アイス美味しい。スイカ味、スイカバーでもスイカ味かも。で、種のところがチョコ、種じゃなくてチョコになってるんだよ。めっちゃ美味しい。こんばんは、こんばんは。いちご味なの、あれ。嘘、うち敏感
鈍感？鈍感だ。鈍感すぎていちご味って分かってなかった。前髪切りましたか？え、切ってないですよ。なんでだろう。うんうん。なんでだろうね。こんばんこんばんは。あ、オリンのストーリー確かにオリンちゃんあった今日。カバーおい、あ、わかる、緑のとこ溶けちゃうよね、わかる。こんばんは、こんばんは、こんばんは、スイカ味、スイカ味、何味なんだろう、あれわかんないな。汗が止まらないよ、大丈夫？あ、知ってる、そう、かき氷のシロップ、そうらしいね。こんばんは、冷凍みかんの歌知ってる？知らない。こんばんは、こんばんは。あ、お兄ちゃんのメールもやってたんで16キロしなさい。あ、ほんとに？いや、今日面白くてさ、なんか行こうとし、私がなんか事務所のエレベーターに乗ろうとしたらなんか人影が見えたの、後ろから。で、あ、来るかなと思ってボタン押して待ってたら入ってきたから、エレベーターが、お疲れ様ですって。お兄ちゃんだった。知り合い、知り合いだったって思って、面白かった。そう、なんかさ、あの帽子とかかぶってたから分かんなくて、先輩か、先輩かダンスの先生かなって思ったの。 そしたら知り合いだった。この前もさ、さきぽんが帰ってたんだけどさ、私がさ、めっちゃ「あ、お疲れ様でした」って言ったら、さきぽんだった、「さきだよ」って。「さきちゃん」って思って、そう。帽子かぶってたから気づかなかった。そう、さきだよ、かおりんさきだよって。あ、さきちゃんかって言って、こんばんは、こんばんは。パッと見さ、わかんない時あるじゃん、パッと見。かわいいよね、さきちゃん、癒される。さきちゃんってさ、ずっと変わんないよね、なんかもうずっとと可愛い。今スタートしました、ありがとう、こんばんは。こんばんは。こんばんは。停電になった、大丈夫？大丈夫ですか？暗い？大丈夫？なんでだろう、会社も変わるの。本当ですか？レディ、確かに髪の長さ変わったね、確かに。あ、夜ご飯はね、なんと今日一人で食べて帰りました。でもなんか2000円しかなくて、お財布に、え、足りるかなって思ったんですけど、足りました。そう、また乗せますね。うん、雷か、大丈夫？大丈夫かな。いや、なんかさ、不安だったの、足りるか。あ、もう食べた、もう食べた。何時ぐらいに食べたかな。そう、ギリギリだった。いや、なんかそこ高かったんですよ。そう、高かったから足りるかなって。高かったんだけど、どうしても行きたかったの。なんか定食ってか、いろんなセットみたいなのついてて、でもしそれでジュースってかドリンクを頼んだらもう無理。そう、ドリンク頼んだら多分アウトだなって感じ。でも水だから大丈夫だった。足りなかったらどうしてたの？うん、垂らすつもりだったの。垂らすつもりでした。なんか高いんだよね、東京はね、高いご飯。そう、あ、そう、デザートとかは頼めない。かおりちゃん一人で外食珍しい。あ、ほんと？うちめっちゃ一人での方が多いよ。そう、よくメールで一人で行きましたってめっちゃ書いてる。一人で行っちゃうんですよ。人と行くのも好きだけどね。そうそう。ね、高いよね。なんかさ、なんかさ、そう、物価高い。でも仕方ないよね。なんで物価高いのかな。そういうもんか。こんばんは。でもさ、お店行ったらやっぱりデザートも頼みたくなるわけですよ。まあ今日は頼んでないけど、食べたくなっちゃう、デザート。デザート大好き。こんばんは。
一人で行ける、全然一人で行ける。メンバーとも行くときあるけど、最近は一人が多いから。まつげ。逆に誰かと言ってるの書いてない気がする。うん、一人だからね誰かと言ったらまるまるちゃんとって書くけど、そうそう、お一人様、基本一人ですねデザート食べたい。一人でボウリング行かれても、なんか友達とかメンバーとも行ったことない。そう、一人ごでもね、基本でもね、めったなんか大体一人で食べて帰ろうって思っても、なんかでもまあいっかってなって結局家で食べることが多いんだけど、そう多いけど、でもたまになんか気分でなんか外で食べて帰りたくなる時があるんですわ。あ、1303日おめでとう、ありがとう、ありがとうございます。地元で一人ご飯行ったことなかった。私地元いる時ご飯に行かなかったずっと家で食べてました。そう、全然行かなかった、本当に行ってない。そう、もう月に1回レベル。そう、一人暮らししてからご飯行くようになった。こんばんは、こんばんはです。そうだからお店とかも全然知らなかったんだよ。たまーに行ってたけど。そう、お一人様ですかって聞かれて、泣いた経験ないです泣く人いるんですか、泣く人いるんですか。こんばんは。そう、作るの面倒。箱入り娘というよりね、もうねど田舎すぎてね、食欲にならないのマジでど田舎。しかもね、あんまり外食に興味がなかったんですよねこんばんは。そう、だから帰ってお家のご飯食べてました。こんばんは、お疲れです、お疲れです。本当に田舎だからご飯屋さんもねすぐ行けないのよ。後で連れが来ます来ない。一人焼肉覚えたらくせになる。そうなんだ、行ってみたい焼肉。いいねいいね。マック好き、マック好きだよ、マック大好き。お弁当もね、そうだね、 AKB になってから食べたお弁当。あれ、これなんか充電できてないのか、もしや充電できてないよ、なんでだよ。いい、なんでポンって言ってるのに充電 1% しかない。家の周り何もないだって。あ、そうなんだ、スイーツ食べ放題いいですな。こんばんは、一人焼肉どうなんだろう。え、でも焼肉は人と行きたいな。でも一人でもいいのかな、楽なのかな。焼き方うるさい人と焼き方うるさい人とかいるんですか。そう、フォンっていう焼き方うるさい人いるんだ。おい、焼けてないぞって。ケーブル切れてるのかな、どうなんだろう。なぜ徒歩10分でしゃべようがある。いいな、いいですね。香りしろ、父上うるさそう。え、お父さんうるさいかな、どうだっけ、どうだっけ。お疲れ様です、お疲れ様。半生です。え、私ね、なんか生肉苦手だから全部焼きたい派。絶対大丈夫だよって言われても、いや一応焼きたいって思っちゃう。自分の肉もその人のペースで焼かれちゃっても大丈夫。うん、え、なんか焼肉で やられたくないなっていう行為がないかも、ないかも。あんまり私ね、人にされたくない行為っていうのがないんだよね、思いつかない。一個あるのが、ポテチを食べてて自分の家の絨毯でそのポテチの手を拭かれるのはちょっと嫌だけど、それ以外特に何でもいいそれ以外こだわりないかも。そう、こんばんは
私よくね、もっと意思を持ちなっていろんな人に言われるの。私意思がないんですよ、特に。なんかもういいよってなっちゃうこんばんは、こんばんは。なんかいや全然器広いんじゃない、ただ自分の意思がないだけなんだよ。そう、僕は嫌だそう、流れに身を任せるタイプ。そうそうそう、そうなんですよ。こんばん、こんばんは、こんばんは。ゴミをその辺に捨てられるのは、え、それはまあ嫌だけどさ、嫌だけど、まあそしたら拾うしかないよですよねこんばん、こんばんは、こんばんは。意思を持たないという意思が強いどうにでも褒めてくれるじゃん、優しいじゃん。こんばんは。みんな意思ありますか？全然ないんですよ、特に。こんばん、こんばんは。ポジティブ。全然心ひどく、広いのどうなんだろう、全然だ。くしゃみでしょ。そうだからあんまりね、あのね、いいよ、イライラしないから、おすすめ、おすすめ、いいだよ、いいだよ。遊びに来てありがとう、ありがとうございます。部屋でリバース確かにはリバースか。え、そう、でも体調不良なら仕方ないよね。でもこんばんは、こんばんはです。お金ちょうだいって、え、なんか私多分あげちゃう気がするな、わかんないけど。こんばんは。でもめっちゃ高かったら無理だけど、なんかちょっと1000円貸してくれないとか言われたら渡しちゃいそう。こんばんは。あかんでも借りるのは無理なの。そう、貸した漫画に折り目ついてたらもういいよいい、怒りはしないいくらまで貸せますか？え？なんかさ、どういう理由かとかによる、よるくない？なんかどういう理由かによりません？困ってたら、困ってなくて普通にだったらあれだけかもしれないけど、困ってたらさ貸しちゃうよね、あったら。こんばんは。取っておいた消しゴムの角を使われたら、もうそれも別に言わない、もう別にあのあれいいですね。こんばん、こんばんは。待ち合わせ友達送ってきても平気、待ちますね待ちますよ。こんばん、私ね3時間ぐらい待ったことある、昔。そう、待ったことある。貸したお金返してって言えなそう、え、言えない、言えないから。一回会ったの前に、多分悪気はないんだけど忘れられちゃったことがあって、まあでも2000円くらいだったの。でもまああのもう勉強代、勉強、なんか例えば損しちゃった時とかは勉強代だ、高い勉強代だって思ってあの納めるしかないと勉強代って言葉は元気が出るよ。そう、もう帰ってこないって思って貸す方がいいと思う、貸す時って。その方がいいと思うよ誰こんばんは。絶対に返してもらわなきゃ嫌なものはね、貸さない方が気が楽かもね、わかんないけど。もう返してこないだろうなって思って貸す方がいいと思 う。こんばん、こんばんは、こんばんは。社会勉強、そう、社会勉強代ってこと。そうそうそう、そうなの。うん、でもそんなになんか貸してみたいなことはないけどさ。そう、貸さないって言える、え、言えないかも。言えなかったら、でも高すぎたら今持ってないって言う、嘘つくかも貸せないとは言えないから、ごめん持ってないって言っちゃうかも、めっちゃ高かったら。こんばんは、こんばんは嘘ついちゃうかも、ついたらね。大金とか貸したことないけど、そう
家までついて財布見せて、それも怖いじゃん。そういう、うん、そういう方とはもう付き合わない方がいいんじゃないかな、だったら。だって、財布見せてとか言って、そんな人いないです。あ、まあ、いるのかな。人は、人間は多いから、その、なんか中にはいるかもしれないですね。そういう方とは、だって、そのままずっとさ、一緒にいたって、またそんなことがあるかもしれないから、だったら、もう、距離を置いた方がいいんじゃないかな。もしそういう方がいるんだったら、わかんないけど。そう。ね、だから、縁を切る。縁がちょ。荒地工業高校でお金取れてないよ。残念少女とアイドルなんて呼ばないで、どっちが好き？え？アイドルなんて呼ばないで、かな。どっちも、なんか、雰囲気が、なんか、アイドルかな。こんばんは。こんばんは。縁がちょ。いつでもおごります、優しい。割り勘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 。こんばんは。なんかさ、おごるのも苦手な人いない？おごる？おごられるか、おごられるの苦手な人いない？私めっちゃ苦手なんだよね、気使っちゃう。こんばんは。こんばんは。めっちゃ気使っちゃう。天国野郎のセリフ好き。嬉しい、ありがとう。天国野郎を。こんばんは。こんばんは。得意？かわいい。私、本当に？そう、申し訳なくなっちゃう。甘え上手になったら得らしいよ、人生。甘え上手。なれんけど。おごりおごられ。なんかさ、なんだろう。もう、私が食べたものは出しますけんって感じ。わかる？なんかさ、だから、そう。甘え上手は身内だけね。身内以外のには甘えられない。そう、いるじゃん、なんか世間の上手な人、羨ましいよね。男気じゃんけん、何それ。男の子っぽくじゃんけんすんの？あ、最初はグーってこういうこと、こういう方。あ、じゃんけん気合い。気合いってどれやねん。グーかチョキパパーはどれやねん。あー、勝った人が払うじゃんけん。男気じゃんけんって言うんだ、初めて聞いた。お酒飲めないのに同じ額が納得いかない、それ聞いたことある。それでも、あのね、それはあるけど、私もそうなの、一緒だからさ、あの、まあ、めったにそういう場はないんだけどさ、あ、なんか飲むかだとか言ったとしても、それはもう飲んだと思うしかないよってお母さんに言われた前。そう、確かに。そう、お酒って高いらしいのね。そう、だから飲んでないと損するんだって。まあ、こんばんは。でもそれ気にしてたらさ、なんていうか、あれだよね、あの、あれだよ、それ気にしてたら美味しくないから、楽しくないから、そこはまあ気にしないというか、ね、そうなんだ、高いんだねお酒って。ソフトドリンク大好き。私はレモン、ん、ブドウソーダが好き。あ、ブドウソーダなんだっけ、レモンなんだっけ、あのドリンクバーにあるあれ欲しい。なんだっけな、なんだっけ、名前出てこないな。なんか美味しいのあるの、それめっちゃ好き。今日の前髪いい感じ、嬉しい、やったー。ファン
った。うん、ファンタじゃなくてね、なんかあるし、あ、白ぶどうソーダだっけ、それめっちゃ好き。白ぶどうソーダ、あのドリンクバーにある白ぶどうソーダ好き。私はいつでも飲み屋にドリンクバーない。え、そうなん？嘘でしょ、ないんだ。サイゼ、そうサイゼ、サイゼ、サイゼにある。ラー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 、サイゼ、サイゼ、サイゼ好き。え、混ざって出てくんの、あのやば、昔の高校生の時なんか混ぜて飲むとかやってたの、友達めっちゃまずそうだった。今度飲んでみます。うん、ぜひ飲んでみてね。白ぶどうソーダ、こんばん、こんばんは。なんかそういうのやってたよね。全混ぜしたことない、絶対やだ、まずそうメロンソーダとカルピス、え、でもそれいけそうじゃない？それいけそう。こんばん、こんばんは。いろんなの混ぜてやってた。あ、そうなんや。お声がかわいい、ありがとうございます。嬉しい限りでございます。サイゼ大好き、サイゼ好き好き。コーラと何混ぜたら美味しいかな。うーん、オレンジジュースまずいかな。ジョナさん、あ、ジョナさん美味しいよね。ジョナさん前にさ、スズハちゃんとよくジョナさん言ってたな。もううちらジョナさんに詳しいからガストとジョナさんに詳しい。スズハちゃんとよく行くのがガストかジョナさんで、オリンちゃんとよく行くのがサイゼみたいな最近行ってないけど、何年か前の話だけど、によく行ってた。そう、ね、別れてる。そう、たまたまだけど。そう、メンバーによってしゃぶよはスズハちゃん。そう、おりんちゃん、あとね、あそこも寿司屋さんもよく行ってたあと赤から、赤からもよく行ってた、一緒にそう、なんかね、そのことによって行く店か違うかも、意外と。そう、そうなの。あやみちゃんはね、あんま行ったことない。そう、そう、お寿司行く。ナーミンとは多分なんかおしゃれなとこナーミンがなんかね、おしゃれだから。そう、おしゃれっていうかさ、なんか詳しいよね、めっちゃ。みなみちゃんともあんま行ったことない。あんまというか、行ったことないかも。そう。なみ、ファミレス行かなそう。え、行くのかな、どうなんだろう。行きたい。寿司ちゃん、寿司る、寿司る。こんばんは。こんばんは。そう、なんかね、素敵なお店。うんうん。丸亀製麺はメンバーとは行ったことないかもしれない。そう、お店詳しいイメージ。さとみなはメイドカフェ、え、メイドカフェ好きな、みなみちゃん。みなみちゃんと二人でご飯行ったことないかも。ないかもしれない。はーちゃんとはね、まだそんな、一回ぐらいしか、そんなに行ったことないけど、でもはーちゃんとガスト行ったことある。そう。あとは、なんか、パンケーキ食べたことある。そうそう、くるちゃんはね、くるちゃんは、でもくるちゃんと私、食の好みが合うことがこの前判明したんですよ。だからなんかどこに行っても行けそう。そう、どこでも行けそうみんなどこ行くんだろうね。絶対好み合う気がする。だってさ、いつもコンビニの新商品とかさ、これ食べたみたいな、それ新発売のだよねみたいな話よくするんですよ。そう、だからあの結構あれかも。初耳。笹谷さんとはまだ行ったことないです。そう、くるみちゃんがかおりちゃん飯食うの早いからだからって言ってた
飯食うの早いって言ってた。面白い、くるみちゃん本当に面白い。そうなんだ。どういうこと、なんで早いと楽なの、どういうこと。私めっちゃ早いご、くるみちゃんが飯って言ってたら面白すぎ、言ってないと思うけど。え、嬉しい。早いのかな私。でも早いよ、結構早い、早いかも。でも人と言ったらなるべくゆっくりするのを心がけるんだけど、結構早い、早くなったんだよ私。そうそう、早食いになった最近。最近じゃないけど、前はそんな早くなかったんですけど、そう早食いになりました。ね、16期でね、ご飯会行きたいよね。そう、黙々と食べちゃう私。そう焦ってないけど、なんかすぐ食べちゃうね、ちゃんと噛まないと。あ、なるほどね、楽、嬉しいな、嬉しい。私めっちゃ早い、ご飯に集中しちゃうタイプ。そう、それかも、うち完全にそれ。僕もめっちゃ早いよ、ほんま？そっかそっか。あ、一人食いになれると、そういうこと？一人に食べるのに慣れちゃったってこと？ペペロンチーノとたらくソースシシリー風。何？おしゃれ。どっちが好き？じゃあペペロンチーノで。16期で共同生活企画楽しそう。確かに楽しそう。今日さ、そのさ、はーちゃんとさ、あの、なんだっけ、はーちゃんと、その、おり、くるちゃんと話してて、またなんか行きたいね、みたいな。そう。言ってて、ご飯行きたいねーみたいな、16期で行きたいねって言ってで誰だっけな、はーちゃんかな、どっちかが、え、でもこの前さ、ナーミンが企画してくれたよねって言ってたら、なんかくるちゃんが、いやそれ3年前だからみたいな突っ込んでて、めっちゃ面白かった。3年前にそんな企画あったっけみたいな、3年前なのみたいなってて、そう3年前だったらしい。そう、めっちゃ前だって思って、なかなかさ、あんだけいるとさ、合わないよね、全員の、あの全員のさ、何、スケジュールとか合わなさそう。しかもさ、結局行ってもさ、あのさ、行っても席分かれちゃうよね、多分、分かんないけど、4人とかみたいな感じで分かれちゃいそうね。楽しそう、共同生活企画。ね、いいよね。行くとしたら何食べに行くんだろう、バイキングとかなのかな。楽しそう。同期会とかは全然やったことないかも、意外と。あ、最後の晩餐みたいにならあ、確かにそれコロナにもちょうどよくない、前向いてるから全員ね、それだったらちょっと安全かも。16期全員集まる食事って過去にあった？ね、レッツゴーの千秋楽？千秋楽だっけあれ？レッツゴーの千秋楽に16期全員とユイリーさんとご飯を食べに行ったことがあるのと、それと、あ、もう一個あるわ。16期コンサートの後にご飯食べた、みんなで。でも、親御さんもいたから、メンバーだけは初めてかも。何年前だろう、もう5年前とか、そうかな。ゼロ期婚の後に行ったのめっちゃ覚えてる。こんばんは。そう、かなり前です。で、なんか会場に、あれどこのご飯屋さんだったんだろう、なんか会場でなんかゼロ期コンサート、初めてのゼロ期コンサートの DVD が上映されてめっちゃ面白い。そう、あの上映されてて、それを見ながら食べるみたいな感じで会ったことがある。そう、なんかさ、メンバーのお母さんとか会えるの嬉しいよね。こんばんは。確かそれどこだ、なんかさ、今はさ、東京の場所とかわかるけどさ、その時まだ東京の今どこの店なのかも何も分かってなかったからさ、どこだったんだろうね。今行ってみたいな、久しぶりに。どこ？みたいな。
誰のお母さんと仲良し？すずはちゃんのお母さんだと思う。わかんないけど多分。こんばんは。手書きの、あ、DVD の手書き懐かしいな。懐かしすぎる。誰のお母さんが綺麗？お母さんネタバレ？でもなんかね、みなみちゃんのお母さんめっちゃ可愛かったの覚えてる。オーディションの時に会ったんだけど、めっちゃ可愛いなって。でもみなみちゃんがまず可愛くて、で可愛いあの子って思ってたら、その横のお母様もめっちゃ可愛かった。さきちゃんのお母さんも可愛かった気がする。あの可愛かった、すごいいいよね。こんばんは。え、パリピなの？そうなの？えへへ、みなみちゃんの傘パリピなんだ。そうなんだ。こんばんは。何、有名なんですか？こんばんは。そうなんだ。ほら、さきぽんのママに会った。え、そうなの？どこで？すごい。すごい。かわいい、パリピ。かおりママパリピじゃない。パリピじゃない。ね、面白いよね。お母さんって面白いよね。なんかお母さんたちに見えるのさ、面白い。参観日みたい。こんばんは。かおりちゃんママどんな性格？え、地味。親子揃って地味。うん。あ、恥ずかしがりかも。そう。絶対ショールーム出てくれないもん。なんかさ、ちょっとぐらいショールームちょっと一緒に話して出てみんってさ、実家に帰った時に言うけど、毎回断られます。無理無理、恥ずかしいって。無理、恥ずかしいって言って。出てこないんだよ。こんばんは。そう、声が嫌なんだって。そう。声もダメ。そう、声でも恥ずかしいって言ってた。こんばんは。こんばんは。筆談、絶対筆談もダメって。なんでかって言ったら、お母さん自分の字が汚くていつもしょげてる。はあ、母さんなんでこんな字が汚いんじゃろうっていつもしょげてるから、絶対字も見せてくんない。こんばんは。あ、スマホのメモ、あ、それならいいかも。手話ってことはこう出てきちゃう。これ録音、そう、もう出て、なんか昔あったじゃないですか、ビンゴの家族が出る企画。あれでアンケート来て、一応聞いたの絶対無理だろうなって思って聞いたけど、誰一人出てくれなかった、うちの身内。誰一人、無理恥ずかしいってなって無理だった。そうで、父さんは乗ってくるかと思ったの。結構なんかさ、地元のカラオケ大会とかに出てたから、お父さんだから、さすがに来るかなって思ったけど、わしゃ恥ずかしいでって出てくんなかった。結局誰も出てくれず。そうなんですよ。かおりちゃんは出てほしかったの？え、正直に言うと出てほしくなかった。え、家族とテレビ出るの恥ずかしい、無理。どっちみち全員無理っていう。でも一応聞いとこうって思ってアンケート来たから、一応聞いたけど。お父さんは何歌うの？千の風になってがお箱です。お父さんマジで酔っ払ったら、家で酔っ払った時によく歌ってる。千の風にて、千の風になってって、こういう声、本当に、あの大きな空、うおーみたいな、ずっと言ってんの。もう近所迷惑だよって思ったけど、うち田舎すぎて近所が遠いから大丈夫。本当にこんな声で歌ってんの、ずっとオペラ歌手みたいな。そう、吹き渡っていますって歌ってた。そう。声
声高いかも。テノール？わかんないわかんない。全然わかんないけどずっと歌ってる。こんばんは。そう、あとはなんだろう、なんか私がチーム4になってチーム4コインに出た時は大好きって曲が好きになって、カオ踊れとか言って大好き踊れとか言って、わしが歌うけ踊れ大好きなのとか言って言ってるのやめてって思って、そう酔った父さんの生態バラすなよ。あ、ごめん、これ内緒ね、ここだけの話ね、内緒ね。あと何が好きだったかな、なんか、あ、なぜかなぜか不器用太陽をテレビで見てそれを好きになったらしくて、なんか不器用お父さんが不器用太陽を知ってるの、なぜかテレビで見たらしい。そうやばいよね。あ、本当だ、待って、どっちも SKE さんじゃん今のところ。そう、お父さん陽キャ。でもいな、あの、私の家族では一番陽キャなのかもしれない、もしかしたら。だってカラオケ大、近所のカラオケ大会に出るなんてさ無理だよね。頼まれたらしい、隣のおばさんに頼まれたっけ、わしゃ出るわって言って、隣のおばさんがね、長木さんカラオケ大会出てもらえませんかって言って断れなかったらしい。天使の尻尾。そう、うんうん、あと何好きって言ってたかな、なんかの曲がいいって言ってた。あと抱きつこうかも好き。お父さんの推しメンね、誰なんだろう、わかんない、推しメン誰だ、推しメン誰だ、うん、なんか昔さ、なんか家族に聞くのハマってた、16期で、ね、どの子がおしめみたいな聞いて、初期の頃すごい聞いてた、みんなに。そう、娘じゃないでしょ多分、顔に決まっとるじゃろうが、そんなに嬉しいことある。お兄ちゃんたちは全然違ったよ。そうこんばんはこんばんは、こんばんは。父ちゃんにギュー教えたいって、ギュッギュッギュッ。あ、そう、まなかちゃん、お兄ちゃんはまなかちゃんが可愛いって言ってた。あと、もう一人のお兄ちゃんはズッキー、この子絶対売れるって言ってた。すごい当たってる。こんばんは。誰も私のこと指してくれなかった、ピエン。なんか推しっていうか、どの子がいいみたいな聞いて遊んでた、遊んでた。そう、うん、そうなの、そういうの聞くの楽しくない、なんか、やっほーやっほーやっほーじゃほー、出てるの本当に、どんまいかおりちゃん、いいの、私はここのみんながいるから、お兄ちゃんなんてしっしっ。しっ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 。私はって言ってない言ってない言ってない、だってさ兄弟やからさ、なんかそう、ないないない。この前お兄ちゃん言ってなかった、あ、バレちゃった、バレちゃったバレちゃった。しっしっ。こんばんは。キーライト買ってもらったのに、あ、嘘、ピッピッ。シッシの反対わからん、寄せといた今。同期同士の初対面エピソードを聞くのが好き。いや、初対面エピソードね、なんだろうね、なんか初対面の日がいつかがってよく覚えてないな。とりあえずかなちゃんとまなかちゃんは同じエレベーターです、初対面。そう、初対面だ。こんばんは。それだけは覚えてる。かなちゃんとは本当にずっと、もう、なんだろう、友達だった。まいちゃんはね、最初は見たことなくて、三次審査で初めて会ったかもしれない。そう。
あとね初対面なんか本当にね会ってた子と会わなかった子、番号が近い子だけはなんか知ってたけど、そう。こんばんは。いすみもその時はね、あのね、会ってなかった。まだ二次審査では。おりんちゃんは二次審査で会ってる。そう。可愛いなって思ってたずっと。そう。なぎも会ってなかったまだ。こんばんは。こんばんは。そうだから本当に、あ、最初に会ったのは多分みなみちゃんと、あ、はりまちゃんも、あ、違うわ、はりまちゃん違う、おりんちゃんとその辺の子しかまだ二次審査で会ってなかった。あとはまた別の子とかだからさ。あ、そう、まいちゃんはね三次審査かな、あったの多分、え、ちょっとよく覚えてないけど、そう確か。こんばんは、今日もお元気で、お元気です。ななちゃんとも会ってない。ピスタチオケーキ好き？え、食べたことない、ピスタチオケーキ。かなちゃんと話したのいつだろう。でもそこの時点でまなかちゃんとかとは喋ってるんだよね、なんかちょっとたわいもない話で。どこで喋ったんだろう、ね、懐かしいね懐かしすぎ、懐かしい、懐かしい。ちょっと一回あの一日だけその日に戻ってみんなのこと見たい、見てみたい。こんばんは、こんばんは。私さ、なん誰だったかな、なんかさ AKB ってさ結構なんていうかスタッフさんも有名じゃないですか、よくなんかドキュメン、私本当に好きだったのでドキュメンタリー映像に映り込んでるスタッフさんの顔まで知ってて。だからなんかその人とオーディションに行くまでの坂道があったんですけど、その坂道ですれ違ったんですよ。でもそれだけでも芸能人に会った気分になって、あれ今の人ってもしかしてみたいになってて、そうなったんですけど、本人だったと思う絶対に。あの人ドキュメンタリーに映ってたマネージャーさんじゃないみたいになったことある。そうでもすれ違って、でその後会場にもいたのその人が、だからそうだったみたい。そうこんばんは。そうだからびっくりした。そういうのなんかそれこそさ北川景子さんとかもいらっしゃったんだけど、もうはーって思った、本物だって。そう、その方は北川景子さんでもない方だったんですけど、見たことあるって思って。ほらありがとうございます。戸ヶ崎さん知ってますよ。でもねお会いしたことはなくて、あのんないと思う。ちょうど私たちの時はもういらっしゃらなかった気がするな。そうそうですね。あと猿おばさんとか知ってますか、有名ですよね。とかにもあって、そう、うんうんうん、あとなんだっけ、リンゴさん、リンゴさんって知ってる、リンゴさんとか懐かしい。最初さなんかリンゴさんがにすごいお世話になってて、最初の頃。そう、今はもう完全に違う劇場の方って感じだけど、その時はなんかすごいお世話になってた。こんばんは。あ、パンチョさん知ってるよ。パンチョさんも入る前から知ってたから、そうそうなの。こんばんは。ホトバイパンチョって感じ。そう。あ、ハイヒールのリンゴさん、また別の。そうだからめ、え、懐かしい。なんかその日さ、あのさ、なんかね、その日に食べたお昼ご飯覚えてる？なんかパスタ食べたんだよ、オーディションの後か前かどっちか。髪の毛伸びた、そう伸びたの。ナンバのキャメロンさんは会ったことないですね。あ、でもあるのかな、どっかであるのかもしれない。どうなんだろう、でも喋ったことはないですね。湯浅さんならあるよ、湯浅さんなら。着てる服素敵、ありがとう、嬉しい。髪伸びて可愛い、嬉しい。
あ、尾崎さん知ってるよ、喋ったことあるよ。何時まで、あ、そうだね、55分ぐらいにランキングしたいと思います。尾崎さんめっちゃ優しい方です。コンサート中写真撮って警備員さんに。まさかの。あ、55分、一気に来ちゃった。ではそろそろランキングをしたいと思います。すごい、赤平さんは会ったことあります。私赤平さんは思い出があって、なんかあの赤平さんとの思い出があります。何かっていうと、じゃあこれ最後話そう。あのなんか成人式の日に、私まだ入ったばっかりで全然緊張してたんですよ。先輩方ばっかりでもうずっと縮こまってて、なんかご飯とかも取りに行けなかったの、緊張しすぎて。ご飯来てるから取りに行ってくださいって言ってたんだけど、取りに行けなくて緊張で。深刻だよね、だいぶだいぶ深刻だと思う。私本当に緊張で、もう食べなくていいやって思ってたの。そしたら赤平さんがゼリーをなんか食べてるって言って、レモンゼリーをくださって、それが思い出で、それまでそのレモンゼリー食べたことなかったんだけど、あのあるじゃん、数タイプのゼリー、それをくださって、もうそれを食べてしのいだ。そう、本当に緊張してて、もうご飯も食べれない感じぐらい緊張してたの。そう、同期いないし、もうどうしようって思って緊張してたところに、だからそれであのゼリー食べた。そう。どんだけ緊張って感じ。とにかく緊張してた。そうなのよ。でなんか多分同期とかいないから、写真撮ってくれる人もいないだろうから、着物のだから撮ってあげようかって、写真撮ってくれました。そうそうなの。その時さ、スタッフさんともそんな喋れないから、写真撮ってくださいとも頼めないしさ、もうがいいや写真いいやって思ってたんだけど、撮ってくれた。そうっていう意味わかんないぐらい緊張してた話でした。専属マネージャーさんじゃないです。全然違うんですけど、っていう夢でした。ではランキングしていきたいと思います。イエイ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 。保護者。そう、ご飯食べてください、ね、はい。あ、もう今は全然もう緊張せずに普通にお弁当取りに行けます。当たり前。いや、その時の私はどうかしてましたね。もう考えすぎてたと、本当に緊張してたの。ご飯食べます。もうね、ありえないぐらい緊張 してたの、何事にも。だからすごいね、今考えたらね、疲れるだろうなって思うぐらい緊張してた。バカです、アホかーって思います、自分に。そう、あ、今成人式だったらもう最高。あ、すいません、写真撮ってもらっていいですか、ありがとうございます、お弁当撮ってきますってなると思うよ、今だったら。今だったらそうなりますけど、あの時はだってもう今全員知り合いだもん。では今度こそランキングしていきたいと思います。よいしょ。あ、確かにランキング、そうだね、8時にしようかな。8時にラン、8ランにします。8ラン芸達者。そうだからよかった。ね、今ね、今成人式したい。だってさ、あの時よりメイクとかもできるようになったしさ、もう一回やりたい。もうできないけど、絶対さ、だってまつげも上げれるようになったし、今やった方が写真とか漏れそうな気がする。ラーメンよ、ラーメンよ、ラーメン食べたいね。ラーメン食べたいな。こんばんは。延長マン。延長マンって、延長マンってなんかやだね。なんでも、僕が何だって延長してあげる。延長マン。
特技は延滞料金を払うこと。延滞マン新キャラ。もしもし5分延長お願いします。はい延滞そんな延長マンは嫌だアンパンマン延長マン100円の延滞料金よ。ありがとうもらうんかいでは8時がやってきたのでランキングしたいと思います。いきます。第13位はトロさんです。ありがとうございます。12位はパンチョさんです。ありがとうございます。11位は大地さんです。ありがとうございます。10位はしのぶのうちさんです。ありがとうございます。9位はアデラッチャンさんです。ありがとうございます。8位はマッシュルームチさんです。ありがとうございます。7位はオクタゴンさんです。ありがとうございます。6位は花ちゃんさんです。ありがとうございます。5位は J さんです。ありがとうございます。4位はイソピョンさんです。ありがとうございます。3位はミケネカットマーキュータンポさんです。ありがとうございます。2位はコマネコマニアのじいさんです。ありがとうございます。そして1位はユウマカジョウキショウさんです。ありがとうございます。以上が今日の1位から13位の皆様のご紹介でした。ありがとうございます。次はギフトをくださった方の名前を呼んでいきたいと思います。ますますます。ユウマカジョウキショウさん、黒のイコールズシルフルさん、ひろゆきさん、ひらかこうじさん、トトさん、マッシュルームチさん、ふみおさん、トラサポさん、オクタゴンさん、ジェイさん、アイちゃんさん、シュウジさん、ダイチさん、ポンタ428さん、はなちゃんさん、クリームアンピーさん、ハギーアットマーク、エズの人さん、ヤノタケシアットマーク、かおりちゃんほんとかわいいなさん、ダイチさん、トシノリさん、アディラッチャンさん、元祖ユーティーアットマーク、花の昭和生まれさん、トモさん、パーフォリンさん、パンチョさん、ゆきかなさん、しなぶなうちさん、けんちゃんやでさん、新規おやじさん、こまねこマニアのじいさん、ゆうまかじょうきしょうさん、トトさん、キムリーさん、いさぴょんさん、桜井のぞみさん、さやりんまるさん、マーチアットマークなーさん、みきねかットマークゆたんぽさん、かずなりさん、だいちさん、中川くんさん、よっしーよしともさん、ハートマンアットマークおひさまさん、やのたけしアットマークおりちゃんほんとかわいいなーさん、だらいやさん、たかさん、新規おやじさん、トキオさん、ゆきかなさん、あつしアットマーク、ずんかおしさん、まこさん、あずまんさん、こみさんです。ギフトありがとうございます。ありがとう。なんか今日金曜日みたいだけど金曜日みたいだけど月曜だよ。ギフトありがとうございます。嬉しいです。なんか月曜じゃないみたいな気がする。そんなことない、今日金曜日みたい。金曜の香りがプンプンしとるということで今日も私のショールームを見てくださって本当にありがとうございました。コメントをくださったり見ていてくださったりギフトをくださったりとありがとうございました。そして今日も私のメールを読んでくださったりありがとう、応援してくださってありがとうございました。明日も皆さんに皆さんが楽しんで過ごせるように応援しています。このあとゆっくりできる方はゆっくりして、やることとか夜勤とかある方がいたら頑張ってください。応援しています。それではあとこのあともメールとか待っててくれると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは皆さんまた見てね。ありがとうございました。バイバーイ。占い忘れとったじゃあレモンのゼリー、明日のラッキーゼリーはレモンのゼリーです。レモンのゼリーを食べるか10回唱えるとラッキーになるので試してみてください。それではありがとうございました。また見てね。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。では失礼します。バイバーイ。じゃあ5秒で切っていきたいと思います。いきまーす。5、4、3、2、1。ゼロ、ありがとうございました。では失礼します。バイバーイ。